ナンバーアンダーラインアイの新曲、ボン初披露。平野翔プロデュースの衝撃的パフォーマンスが SNS で大爆発。ダンスと歌で視聴者を魅了。CDTV ライブライブでナンバーアンダーラインアイの新曲、ボンが奇跡を起こした夜。5月の暖かい夜、音楽番組 CDTV ライブライブは視聴者を熱狂の渦に巻き込みました。この夜の主役は、 今まさに人気急上昇中のアイドルグループ、ナンバーアンダーラインアイ。彼らが披露したのは、メンバーの平野翔がプロデュースした新曲、ボン。このパフォーマンスは、視聴者にとってまさに忘れられない瞬間となりました。ナンバーアンダーラインアイの登場は、1億人が熱狂する未来を予感させるものでした。彼らの音楽は、多くの人々の心をつかみ、 彼らの熱意と才能は瞬く間にファンの間で話題となりました。今回のパフォーマンスもその例外ではなく視聴者は平野翔が自らプロデュースしたボンに引き込まれました。ボンの披露はナンバーアンダーライン愛にとって初めてのフルサイズでのテレビ出演でした。ダイナミックなダンスとエモーショナルな歌声は多くのファンを魅了しました。特に平野翔の振り付けは その独自性と力強さでひときわ注目を集めました。ボンのパフォーマンスは視聴者の心を強く打ちました。特に2番のダンスはメンバーたちが一体となって繰り広げるエネルギッシュな動きが印象的でした。ファンからはダイナミックな踊り方が好きすぎるやフルサイズテレビ初披露最高すぎたといった声が寄せられ彼らのパフォーマンスがどれだけ人々に感動を与えたかが伺えます。 また、メンバー同士の息の合ったパフォーマンスは、彼らのチームワークの良さを如実に表していました。視聴者はその完璧な調和に息を飲み、ステージに釘付け気になりました。三人の息がぴったりで瞬きしないでみた、といったコメントも多く見受けられ、彼らのプロ意識の高さがうかがえます。平野翔がプロデュースしたボンは、彼の音楽的才能を存分に発揮した作品です。 彼はこれまでにも多くの楽曲でその才能を示してきましたが、ボンはその集大成とも言える楽曲です。和の世界観を取り入れたこの楽曲は、伝統と現代の融合を見事に表現しています。平野のプロデュースについて、ファンからは、将軍プロデュース、素晴らしかった。という声が多く寄せられました。彼の音楽に対する情熱とクリエイティビティは、 ナンバーアンダーライン愛の他のメンバーにも良い影響を与え、彼らのパフォーマンスを一層引き立てています。CDTV ライブライブの放送後、SNS にはファンからの感動の声が溢れました。フルサイズありがとうございます。最高のパフォーマンスで震えました。といったコメントが多く寄せられ、彼らのパフォーマンスがどれだけ人々に影響を与えたかがわかります。また、ファンは彼らの次なるステージにも期待を寄せています。 次のパフォーマンスが楽しみや、ナンバーアンダーライン愛の未来が楽しみ。といった声が多数見られ、彼らの成長と進化を楽しみにしている様子が伝わります。ボンは、ただの楽曲ではなく、新しい音楽とエンターテイメントの形を提示しています。その中毒性のあるメロディーとリズム、そして視覚的にも楽しめるパフォーマンスは、現代の音楽シーンにおいて新たな風を吹き込んでいます。 視聴者は、この楽曲を通じて、新しい音楽の楽しみ方を発見し、ナンバーアンダーラインアイの今後の活動に一層の期待を寄せています。彼らの音楽がどのように進化していくのか、そして次にどんなサプライズを見せてくれるのか、ますます目が離せません。私自身も、この夜の CDTV ライブライブを見て、ナンバーアンダーラインアイの魅力に完全に引き込まれました。彼らのエネルギッシュなパフォーマンスと、 平野翔のクリエイティビティに感動しました。特にボンの和の世界観と現代的なリズムの融合は、私にとって新鮮で興味深いものでした。彼らのパフォーマンスを見ていると、ただ音楽を聴いているだけでなく、一つのアートを体験しているような感覚になります。彼らの音楽とダンスは、視覚と聴覚を通じて観客に強いインパクトを与え、忘れられない瞬間を提供してくれます。 ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、そのエネルギーと創造性で私たちを魅了しましたが、彼らの未来はさらに明るいものになるでしょう。彼らが今後どのような挑戦をしていくのか、そしてどのように音楽シーンをリードしていくのかを考えると、ますます興奮が高まります。ナンバーアンダーライン愛は日本国内だけでなく、海外でもその才能を発揮するポテンシャルを持っています。彼らの音楽は言語の壁を越え、 世界中のファンに届けることができるでしょう。特に平野翔のプロデュースする楽曲は、その独自性と普遍的な魅力で、国境を越えて多くの人々に感動を与えることができると確信しています。また、彼らがどのようにグローバルマーケットにアプローチしていくのかも注目です。SNS や YouTube などのプラットフォームを活用して、世界中のファンと直接つながり、リアルタイムで反応を共有することができる現代において、 ナンバーアンダーラインアイの戦略は非常に重要です。彼らの楽曲が世界中でヒットし、多くの人々に愛される日が来るのを楽しみにしています。現代の音楽シーンでは、テクノロジーの進化がアーティストの表現の幅を広げています。ナンバーアンダーラインアイもこの技術の進化を活用し、より革新的なパフォーマンスを展開していくことでしょう。例えば、 VR や AR を取り入れたライブパフォーマンスや AI を活用した楽曲制作など技術とクリエイティビティの融合によって彼らの音楽がさらに進化することが期待されます。ナンバーアンダーライン愛の成功にはファンとの強いつながりが欠かせません。彼らはファンとのコミュニケーションを大切にし常にファンの声に耳を傾けています。SNS での発信やファンイベントを通じて 彼らはファンとの絆を深めています。今後もこの姿勢を続け、ファンとの信頼関係を築いていくことで、彼らの人気はますます高まるでしょう。また、ファンコミュニティが彼らの活動を支える重要な要素となっています。ファン同士が交流し、彼らの音楽やパフォーマンスについて語り合うことで、コミュニティ全体が一つの大きな家族のような存在となっています。このようなファンコミュニティの存在は、 ナンバーアンダーラインアイの活動をより一層盛り上げる力となります。CDTV ライブライブでの成功を受けて、ナンバーアンダーラインアイの次なるステージへの期待は高まるばかりです。新しい楽曲やアルバムのリリース、全国ツアーや海外公演など、彼らの活動はますます多岐にわたるでしょう。特に、平野章のプロデュースする新曲には大きな期待が寄せられています。また、 彼らの活動が他のアーティストやクリエイターにどのような影響を与えるのかも注目されています。ナンバーアンダーラインア i の成功は同世代のアーティストたちにとって大きな刺激となり、新しい才能が次々と登場するきっかけとなるでしょう。ナンバーアンダーラインア i のパフォーマンスはそのエネルギーと創造性で私たちを魅了しました。彼らの音楽とダンスはただ聞く見るだけでなく、 体験するものとして多くの人々に感動を与えています。平野翔がプロデュースしたボンは、その集大成として多くの人々に愛される楽曲となりました。今後の彼らの活動にも大いに期待しています。新しい挑戦を続け、ファンとの絆を深め、音楽シーンに新たな風を吹き込むナンバーアンダーライン愛の未来が楽しみでなりません。皆さんも彼らの次なるステージに注目し、 共に応援していきましょう。ナンバーアンダーラインアイと平野翔の音楽革命はまだ始まったばかりです。彼らの音楽とパフォーマンスがこれからどのように私たちを驚かせ感動させてくれるのか、そのすべてを楽しみにしています。CDTV ライブライブでのパフォーマンスを通じてナンバーアンダーラインアイはその才能と情熱を存分に示しました。彼らの音楽とパフォーマンスは 多くの人々に感動と興奮を与え、今後の活動に一層の期待を寄せられています。最後に、この記事を読んでくださった皆さんに問いかけたいと思います。あなたは、ナンバーアンダーライン愛の次なるステージで何を期待していますか彼らの音楽がどのように進化していくと思いますかぜひ、あなたの意見や感想をお聞かせください。彼らの未来を共に見守り、応援していきましょう。